上空からカンザスシティ国際空港はアメリカ合衆国ミズーリ州カンザスシティにある国際空港であるダウンタウンの29キロメートル北西に立地している小規模な市営飛行場の代替として1972年に開港した3棟のターミナルビルは車から飛行機までの人の動線を最小にするという設計思想の下で建設された 駐車場の周りに C の形をしたターミナルが配置され、利用者は搭乗口に直行するという仕組みだった。しかしながら、車の誘導やターミナル内の狭いスペースに問題があり、想定した処理能力を発揮できなかった。トランスワールド航空はカンザスシティ国際空港を拠点とする予定だったが、断念し、セントルイスランバート国際空港に変更した。 2019年の旅客数は1179万人で、ミズーリ州内では、セントルイス国際空港に次いで2番目だった。サウスウエスト航空が、旅客の4割を占めた。2019年、3棟のターミナルのうち、A 棟が閉鎖され、解体工事が始まった。新ターミナルが建設される予定である。ターミナルは1棟に集約されることになっている。ありがとうございます。